はい、今日もエマチャンネル見てくれてありがとうございます。今日もいつも恒例の函館パトロール実施したいと思います。今現在函館 JR 函館駅前です。ちょっとなんかいつもと違う入りしたらいつもとパターンが変わってきちゃった今日も函館駅前からパトロール出発です。で、今日はね、2024年の信号無視してるよトラック大丈夫か、真っ赤だぜ。乗用車も行っちゃった。あららすごいね、1000点満点の信号無視だねまったく、どうかしてんなお前。で、今日途中になっちゃってびっくりして今日はね、2024年のね9月の28日土曜日ね。豪華客船また止まってるね今日もね。いやもう最初からなんか衝撃的でびっくりしちゃったよ。2台も真っ赤っかで行っちゃったよ。怖いね。なんかね、やっぱ車の運転は気をつけないとね。まあなんか本当はね、本当はねって、その話は後でいいや。朝一ね、人多いね、車も多いね。怖い、ここも走ってて人が突然出てくるよね。ラッキーピエロの人いるね。人が多いね今日はね。駅もね、さっき、ね、今撮ってきたけどすんごい多かったね。っていうかね、今日はね、時間がね、今何時だ、ちょうどお昼過ぎぐらいなんだけどね。まあ食事するのに皆さんね、来る方帰る方いろいろあると思うけど、きっとねお昼食べる時間だよね。いや人いっぱい歩いてんね。今日もね天気が良くてね、この間ちょっと急になんか寒くなったなと思ったんだけど、昨日もね今日もねなんかね暖かいっていうかね、まあ日が当たるとちょっと暑かったりねするっていうかね、まあ、基本的にすごいとことなってるのかな。ちょっとどうしてこうなんだろうね。だから理解できないことが多すぎる。ってなんだっけ、どこまで話したか全部なんか中途半端に今日は終わってるな。なんだっけ、忘れちゃったよなんだかあ、天気ね、天気、天気ね、まあ暑い、まあ暑いまでいかないけど、まあ寒くもない、まああったかいっていう表現がいいのかなって感じだけどね。で、今格好はね、格好って服装ね、俺はね T シャツにやっぱちょっとカーディガンをね、薄手のカーディガンを着てるんだけど、まあそんな感じでちょうどいいと思うね。まあ、ただ朝晩はねほんと冷えるっていうかね、寒いんでね。あとオートバイ乗る時なんかも冬のジャンパー着てるしね、まあ、朝晩覗けばこのカーディガン1枚羽織るぐらいで全然いいと思うね。なかなか今ちょっとはっきりしないっていうか中途半端な時期なんだね。着るものに困っちゃうような感じだね。さて、そして金森さん、だいたい変わんないね。でも今日あ車止まってないな、一台も。左側に車多い、人多い。でもタクシー止まっちゃった。残念。ラッキーピエロすごいね、外にもいっぱい座ってるね。ラッキーピエロは人気だな、本当に。本当、まあ美味しいからな。で、ここ右に曲がりましょう。なんかあるかな、変わった。危ねえ危ねえ。ということで今日もここからエマのトークタイムってことでね、お話ししようと思うんですけれども、
今日はね、まあ、接客についてっていうか、まあ、いつもねこんな話よくするんだけど、まあ、接客だな、この間っていうかね、ちょっとね用事があって駅前周辺の某コーヒーが飲めるところでね、お店入ったんだよね、でまあ頼んでね席に着いたんだけど、まあちょっと4人でね入ったんだけどね、それでまあしばらく話してて、そしたらなんかね、若い女の店員さんがねバーッと来てね、何歳かな、あ、ここ緑の島ね、見てみましょう、あの中での飲食は30分って決まってますけどって言う、なんか怒り口調で言われてさ、ね、怒り口調で言われて、あ、そうですかって言ってさ、あ、まあ出たんだけど、なんでこういっぱい止まってんだろうね、出たんだけどさ、でもさ知らなかったわけよね、そんなの、だから、いや、そんなの知らないけどってこっちは思うわけさ、そもそもまあ喫茶店とかね、そういうとこで、いや時間30分以内ですよなんて、とこ、まあ俺今まで未だかつて見たことも聞いたことも言ったこともないからね、そう言われて、まあまあ別にそれはそれでいいんだけどさ、いいんだけど、それだったら注文するときに、あの店内での飲食は30分以内なんですけどいいですかとかね、なんか言い方ってあるじゃない、そうすれば、ああそうなんですね、ああ分かりましたって話になるわけさね、豪華客席でけえな、やっぱ今日でけえ、緑の人も何の人もいっぱい泊まってんね、ね、で、そうなのよ、そういう言い方をしてくれればさ、ああ分かりましたってちゃんとルールぐらい守るつもりでいるけどさ、なんかいきなり何も説明もないのにさ、いや30分以内決まってるんですけどなんて言われてもさ、いやいや、それ分かってるのはあなただけでしょって、俺らは何も告知されてないから分かんないよって思うよね、豪華客船ね、なんかさ自分は分かってるから、何、相手も分かってんだろうみたいなさ、いや分かるわけねえじゃんって、逆だったら分かるわけないよね、そういうことも想像力でないのかなと思ってさ、なんかね不思議な感じっていうか、どういうことなのって思ったよね、それでまあふと思い出したのが、俺こっち引っ越してくるね、函館に引っ越してくる時に途中栃木の日光寄ったのね、日光東照宮ね、久能山じゃない、日光東照宮行こうと思ってね、行きたくて行ったんでね、で泊まった、2泊したのかな、あの時そこでね、やっぱ初日だな、まあ、夕食食べようと思ってあちこち探したんだけど、開いてないんだよね、店が、なんで開いてないのと思ったけど、まだ5時とかそんなもんだったんだよ開いてなくてさ、唯一なんか東照宮の近くのさ1階がお土産物屋さんでねあの2階がちょっとこうね、そうやって食べられるようなところがあったわけ、お店が、そこがあのやってたのよね、なのでまあいいや、ここでつって入ったんだね、入ったのねで最初さ、まあ泊まるとこも近かったから、まあ歩いてね、そこまで行ったんでね、まあおビールでも飲みたいなと思っておビール頼んで、なんかちょっとつまみ頼んだかな、でちょっと食ってったらさ、あ、また海のことっていうかね、そうしたらまたさ、食べてる時にさ、年配の女の人が来てさ、地元のお客さんが来るのでそろそろいいですかって言われたわけ、でどう思いますそれ何、地元のお客さんが来るんでだって
来るんでもういいですかって。いやいや、それは一元さんかもしんないけどさってね。でもそこでさ、丁寧にしとけばさ、いやまたあそこ良かったからまた今度行った時そこ寄ろうかなとかって思うわけじゃないね。だけどさ、地元の人が来るから あんたっちどきなさいよなんて言われたらさ、もう二度と来ねえって思うよねこんなとこ二度と来るかよおめえって言いたくなっちゃうよね本当にさ。なんかなんていうのかな、そういう接し方っていうか接客がもう当たり前になってるんだろうね、そういう人っちは。だから何とも思わないんできっとね、うん、と思うんだよ。それが当たり前だと思ってるきっとね、うん、だからそういうのはさ、俺はダメだと思うんだよね本当に。ちょっとここから豪華客船見てみようか。なんか変わった位置で見れて面白いぞ。あ、いつもここ船止まってんだよ。なんか確か海上自衛隊か保安庁かなんかのんだよね。見える？見える？ちょっとアップしてみようか。おお、こんな感じだ。ね、あ、すごいね。ああ、すごいすごい。あ、不安定。あ、ごめんなさい。戻す。そう、それね、こんな感じね。うん、何の話だっけ？あ、そう。だからね、こうそんな接客はさ、ダメでしょって思うよね。本当にさ、なんかね。いいんだけどさ、まあ、俺は元ね警察官だったから客商売じゃないけどさ、でもやっぱ常にこう自分が相手の方だったら何を望んだりどうしてほしいのかで、どういう言葉で伝えようかとかね、あと喋り方態度はどうすればいいかなとか、こんな言い方したら相手の方は嫌な気持ちになるかな、なるよな、いやこういう言い方にしようとかって、やっぱその現場で瞬時に頭回転させて対応したよね、まあ、全て正解だったのかどうかはわからないけど、でもトラブルになったこと俺一回もないから、まあ、多分正解といわゆるベストよりベター的な感じでいいのかもしれないなと思うけどね、うん、まあそんなのもあっていろいろあったけどさ、なんつうのかな、まあやっぱ人には感情ってものがあるからね、うん、まあ、それでまたもう一個もう一個また愚痴みたいな話になって、まあ職場のね、うん、北海道のね、まあ、エリア会みたいなのあるんだよね。そのリモートでやったんだよね、うん、そうしたらさ、まあ、初めて俺やったんだけど、もう何回も俺がこう指名されてさ、エマさんどう思いますか、これはどうですか、どうやってますかどうですかって、ガンガンガン言われてさ、いやなんで俺なの、俺ばっかなのって、また俺みたいなさ、なんかそういうのってさ、いや俺も警察の時は逆の立場でやったけどさって、やっぱこう不公平があってダメだよね、不公平、もう間違いなく不公平さ、だから何も喋んない人もいるしね、で俺ばっか喋らされてさ喋らされてさって、まあ今大した仕事じゃないからね、あれなんだけど、本当にさ、なんかそれもうずっと頭きちゃってさ、何なの一体ってね、うん、だ本来ならその、なんだろう、そういうことしたら相手の人は嫌がるだろうかもしんないなと、嫌がるとは絶対とは言わない、中には喋りたくて喋りたくてしょうがない人もいっぱいいるからさね、現にその場でもいたんだけど、そういう人は自分から喋ってくればいいけどさ、俺そういうとこであんま喋りたくないんだよね、うん、なのにさ、何回も振られてさ、で、いや、こうでさ、あですって言ったらさ、なんか、いや、それについては、なんだろう、なんか、うやむやにされてさ、回答がないわけ。俺が分かんないから聞いてるのにってね。ここが分かんないので、具体的にどういうふうにしたらいいのか分かりません、教えてくださいって。みたいなこと言ってもさ、いやー、結局回答ないのさ、おかしいでしょって。何のための会議だよって。会議って、ね、やっぱこう、なんか全員嫌な気持ちになるような会議ってダメだよね、ダメ。やっぱね、楽しくっていうのも語弊があるけど、気持ちよくこう話し合いをするっていうのをしないとさ、うん、なんかね、いろいろなんか俺が間違ってんのかなって本当になんかね思う。いやそんなことねえよなって、今までそんなことない
なかったから、こうなんか違和感をすごい感じることを今動画でね、本当この山チャンネルの動画内で本当俺が違和感を感じてることばっかり今喋ってるんだけど、結果的に愚痴見たくなっちゃうけどね愚痴見たくなっちゃう、で出発するから愚痴、まあ愚痴なんだろうな結局は愚痴なんだろうね、うん、でもさ、まあ、前も言ったけどさ、それで俺スッキリしてるとこあるから勘弁してくださいだそういうこともあったんだぐらいな感じでね、聞いてくれると、嬉しいんですけどね。だけどそうやって同じように考えてくれる人多分いっぱいいると思うんだよね。だ間違っちゃいないと思うんだよ俺の言ってることはね。だけどさ、まあ、自分の考えが全て正しいかって言えばそうじゃないからね、なんとも言えない。ただまあ今俺が思ってる自分の気持ちをね、吐き出してるだけだからさ、うん、まあそんな感じで聞いてくれればいいかな、ね、でもさ、やっぱりなんかこう優しくないよね、優しくない、うん、優しくないとか不公平とかね、そういうのはダメだよ。どんなとこ、どんな職場でも何でも人間関係もそうと思うんだよね。で俺はね、その、まあ、また話違うけど、留置場をね、監視係ってのをまあ長くやったけど、そのね、留置場で何が難しいかってね、やっぱね、あの全ての人に対して不公平感を与えないっていう、これがね、与えないような接し方をすると、これが一番難しい。ね、うんと若い子から、うんとお年寄りから、あヤクザモンから、ポンチューからって、ポンチューってあの、薬物中毒の人とかね、いっぱいいるけどさ、いっぱいいるんだ。だから、いやみんな同じように接すると、またおかしなことになっちゃう。まあ、本音を言うとね。で、それぞれ喋り方とかも変えるんだけど、まあ、ただ敬語は使うけどね、敬語。タメ口は使わない、まあ、よっぽど気心知れてきてあれだったらタメ口で喋るかもしれないけど、まあ、それ以外はねそういうことしないんでね。だけどそれでもこう接し方が違っても不公平感を与えちゃいけないわけですよ、ね、難しいでしょ、難しいんだよ。だそこでね本当にいろいろ考えたね昔ね、どうしたらそういう風にできるんだろうって。まあ結局は気持ちとか心とかそういうもんだよね、最終的には。そういうのを相手の人が感じてくれれば、うん、全然トラブルにはならないってことね、うん、まあ俺そういうのでトラブルになったこと本当に自慢じゃないけど一回もないんだよ、うん、本当にね一回もないんだよ。切符切って揉めたこともあんまない、まあ、っていうかまあほぼないね。一件だけちょっとどうかなとなったけど、もうでも結局それも解決しちゃった、すぐ解決しちゃったけど、うん、でやっぱ気持ちとかねそういうもんだと思うよ。と言いないからここがまた公会堂前ね、よっと坂道、ここね結構急なんだよね。こっち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 、公会堂前、公会堂前、公会堂前人まあまあいるね。ほら、こっちはどうだろう、行ってみましょうかね。よし、レッツゴー。まあ車もいっぱい止まってるな。天気もいいからいいね。今日本当なんか観光日和って感じするな。こういう日だったら本当に観光してて気持ちいいんじゃねえかな。よし、右よし、左よし。ここ雪降ったら怖いね。怖い。この間スタッドレス買ったんだけどな、新しいの。ネットで、まあ、その話もまた今度ねいつかしたいと思うんだけど、いやいや多いね、まとまってんな車。あー車来たしね、鹿児島って
肉ばっかりってね。で世界で2番目に美味しい焼きたてメロンパンアイス屋さん、今日やってないね。土曜日なのにやってないんだ。ああ人いないな。どうだ今日は。どうかな。いっぱいいる。すごいいっぱいいる感じする。いい天気。チャー軽食とか言ってるね。チャボなんとか。どうだ今日は。何この人どこ走ってんの。ちょっと中見てあるし、よそ見してるもんね。がっかりだね。この真ん中の真ん中、ほんと俺嫌いだな。真ん中の真ん中、ほら。だって後ろから一番上から撮ってる人いるんだからさ、ね。そういうことわかんないっていうか自分勝手なんだろうな、やっぱな。本当になんかそういう人多いね。それだけで気分悪いな。一番上は良かったね、今日ね。一番上のとこはね、真ん中出てる人いなかったね。あの真ん中の人だけだね。真ん中の人だけだったね。ありゃダメだな、一時停止。本当にたった一人のために見えねえ。よし、ダメだ、なんだ急に出てくる。違った、ここ行かないっつったんだ俺。バカだね。左曲がるっつったんだっけね。バカだね。いやどうしよう。左曲がるか。ここでここで曲がってもしょうがないんだけどね。前ね、今日初めて見る人はね、この動画を、なんで左行くのって疑問に思うかもしれないけど、左っていうかこの交差点がね怖いのよ。ここね、あ、でもいいか。あ、今赤で止まったからいいや。赤で止まってて、青になって、右折していくといいんだけど、赤になるギリギリ、青でね、ギリギリの時に行くと、もうこの交差点の真ん中走ってる時に、歩行者信号が青になっちゃうのよ。あれ、交差点の真ん中に止まっちゃってるかもしれない。ね。ここの信号機がね変わっちゃって、すごいな、ラッキーピエロ。何すごいな、並んでるよ、すごい。長谷川ストアもすごい。なんかもう今日は話があっちこっち行っちゃって、なんか疲れるね。ごめんなさいね。でまたここ、まあそういうような話で、ね、分かったかな今は。途中だったっけ、分かんなくなっちゃった。まあいいや、あんま気にしないで。ここの景色は俺は好きだ。なんかねここいいよね。なんかこう、あんまり取り立たされないのが、なんて言えと思うけど、俺的にはここがいい。一時停止してるんですね。俺的にはね。いや、本当にでも天気がいいな、今日は。いいね。まあ、観光客の人も相当多いね。あ、そうだ、また点数言うの忘れたね。今日の点数どうしようかな。一番上はまあ良かったかな。まあ93点。中途半端だね。93点でお願いします。どうですかお客さん。93点、まあまあまあ高得点だったんじゃない、ね、一番上が良かったからね、点数良かった。ね、いろいろあるけど、何があんのかわかんないよ。いや、今横に桜井屋さんっていうのかな、ラーメン屋さん、
ランチやってますんで、美味しそうなね感じに見える。お腹空いちゃったな、今日昼まだ食べてないんだよね。なんかお腹空いちゃったな。まあでも今日うちで食べるんだ。あ、ほら、なんだっけ、ハイカラゴよく遭遇するな俺ここで。なかなか走ってないんだってよこの電車。うん、なかなかねよく遭遇する。なんか違和感感じると思うと、タイヤはみ出てんだな。はみ出しタイヤ多いんだよね函館って。ね、八の字っていうね、ハの字って呼ぶけど、そういう風にしてる車も多いしね、考えらんないね。それはどうでもいいんだけど。で、そうだね、今日のパトロール結果ね、全体的に観光客が多かったね。多かった。まあでも普通の土曜日って感じかな、うん、まあ天候も良くてね、いい感じだと思います。坂の点数はね93点っていうね、中途半端な点数だったけど、まあでも高得点なんでね、良かったんじゃないかなと思います。はい、まあ、こんな感じでね、まあ明日もまたね、日曜日なんで来てみたいと思うんでね、ということで今日はこれでおしまい。あ、チャンネル登録、高評価、リクエストとかコメントもぜひお願いします。それじゃあまた。いや、ほんとあったかくてね、今日はいいわ、うん、いい感じ。明日もね、天気良ければいいんだけどね。